日本最古の週刊誌週刊東洋経済や会社四季報などのビジネス書、経済書を発行する出版社株式会社東洋経済新報社。1895年に創立し、長い歴史を持つ同社は出版業にとどまらず、データ事業、オンライン事業などと既存の枠に収まらない総合メディア会社へと変化し続けています。同社では2023年7月に投資家のための企業情報誌である会社四季報の最新号の情報や、紙面では掲載しきれなかった情報をチャットの対話形式で気軽に情報取得ができる四季報 AI をリリース。こうしたサービスをリリースした同社で、今回ソフトバンクが提供する人材育成サービスアクロスレシピ4ビズのオンライン学習サービスチャット GPT 入門講座を導入。導入の背景を担当の加藤氏に伺いました。弊社は業界の中でもデジタル分野への取り組みを早く、社内にもデジタルメディア局があり、デジタルを支えるスペシャリストが活躍してくれています。しかしこういった部署がある一方で、全社的に見ると紙のツールだったりコンテンツもまだまだ多く、さらなるデジタル化効率化が必要とされている部分も残っています。弊社としても週刊東洋経済にてチャット GPT 特集を刊行しましたが、社内でも部署によってチャット GPT に対する温度感はバラバラな状態でした。チャット GPT を仕事でフル活用している社員もいれば、セキュリティや個人情報の面で利用を戸惑ってしまう、躊躇してしまう社員も多く、まずは一定の基礎知識の付与が必要だと感じました。ただその際に課題になっていたのは、部署によって必要なプロンプトが全く異なるため、統一の知識を付与できるのか、各局が研修を受けた後に仕事で利用できるレベルの具体的な例を提示できるのか、そういったところが問題でした。このような背景から早急に全社員を対象としたデジタル領域の研修が必要と考え、今回のアクロスレシピの社内教育の導入に至りました。これまでも e ラーニングは導入していたそうですが、今回なぜアクロスレシピを採用したのか、導入のポイントを笹生氏に伺いました。導入の趣旨としては、全社的な土台となる、チャット GPT 利用の基礎知識の付与が目的です。ソフトバンクがチャット GPT を率いるマイクロソフト社と戦略的提携を行っており、信頼できるサービスを提供されていたことが一番の理由です。ソフトバンクさんが自社内でも実施された AI 講座の内容をブラッシュアップして提供されていると聞きましたので、その点も評価させていただきました。研修内容について後日アーカイブ動画をいただけるため、社員の受講したい時間に合わせ受講できる点、また提案いただいてから導入までの期間が短くすぐに導入できた点も良かったです。受講後の反響は非常によく、参加者の9割以上がアンケートで満足以上を回答しており、チャット GPT のプロンプトやリスクについては社員の理解を十分に得られたと感じています。業務に生かしたいという声が多数見受けられました。最後に今後の展望について伺いました。今後はチャット GPT の応用編の受講や社内のベンチャーの実施も検討しています。企業の DX 人材育成をアクロスレシピが支援しています。